しかし3番の片桐が4番の門口に対して少し突っ張りましたが、4番の門口を抑えます。3番の片桐は3番手、2番の天沼がポジションを上げていきまして、南関東勢の後ろまで追い上げました。2番の天沼と打ち3番の片桐、3番手並走となりました。その間にペース掛けは4番の門口ですが、内から3番片桐が主導権を奪います。5番の高橋、6番の富岡連携して関東3人、6番の富岡少し口が開いてしまっています。上越勢のペースになって6番の富岡は完全に交代、4番の門口が4番手からまくる構えですが、先頭は3番片桐前夜、最終バックを通過しました。懸命に追う5番の高橋俊樹、離されていきます。そして4番の門口、1番の木村城、南関東勢が2番手の5番高橋に迫る。独走は3番片桐前夜、圧勝降臨。2着は5番の高橋守ったかどうか。